でございます。いやーもう本当人間の皆様にはね、何から何までお世話になりっぱなしでありがとうございます。今日はですね、我々猫がより良い生き物になっていくために新猫計画というものを考えてきましたので、よかったら聞いてってください。発表します。新猫計画、我々猫は今後卵で生まれます。はっきり言いまして、私たち猫は可愛いです。そんなただでさえ可愛い猫が赤ちゃんとして生まれてくる、これはもう可愛さが爆発します。可愛さを完全に違反してます。人間の皆さんはついつい世話を焼きたくなってしまいます。そして我々はそれに甘えていく、お互いに依存し合っていく、これはもう良くない流れだと考えています。そこで卵として生まれるんです。想像してみてください。ちょっと気色悪いでしょう。鳥みたいな卵は可愛いからダメでしょう。より黒く、より気色悪く、ご覧ください。我々猫が可愛くなく生まれてくるやり方、猫の産卵です。どうぞ。出直してきます。